はい、こんにちは、116インズです。今回は血の涙を流しながら昨年マリナーズでプレーしたテオスカ・ヘルナンデスについて話していこうかなと思っていますが、昨年チームの中軸候補として迎え入れられたヘルナンデスことテオ、ほぼフルシーズンに近い160試合に出場し、ホームラン26本93打点と、ここだけ見れば期待通り中軸のランプロデューサーらしい成績とも言えますが、一方で総合的な攻撃力という意味では WRC プラスはわずかに105止まり、かろうじてリーグ平均を少し上回った程度で、これはテオが2020年に本格的にメジャー定着を果たした以降では最低水準の成績でもありましたし、また MLB ワースト3位となる211三振も記録するなど、確実に欠ける部分があったのも否めません。そんなわけでシーズンが終わって FA になった彼に対してマリナーズはクオリファイングオファーを提出することもできたんですが、三振を減らしたいとするチームの建前も含んだ意向、さらにはテレビ放映収益の減少による厳しい予算設定下でテオに2000万ドル以上もの年俸も払っていられないというより本音に近いチーム事情も相まって、クオリファイングオファーの提示は行わず、2350万ドルの1年契約にてドリームチームマシグラのドジャースに加入することとなりました。昨年は悔しいシーズンに終わった部分もありますので、本人的にもドジャースで再起を図りたいところだったと思いますが、今のところ昨年の不振を払拭、2度シルバースラッガー賞に輝いたブルージェイズ時代を思い出すようなパワフルなバッティングが光ってますよね。ここまで66試合に出場し MLB 8位タイとなるホームラン15本、6位タイの47打点、 OPS 8割3分1厘は22位タイ、 OPS プラス134は27位タイということで、 MLB でも現状トップ30以内のバッターらしい活躍を見せ、ベッツ、大谷、フリーマンの上位打線が目立つチームでありますが、テオの活躍も十分素晴らしいものであるでしょう。このバッティングを去年1年通してシアトルで見たかったんですが、まあなんというか、あまたのシアトルでプレーした選手にも共通しますが、どうしてこうなっちゃったのかなと。ただじゃあ昨年のテオと比べてめちゃくちゃいろんな数字が劇的に良くなったのかと思って調べてみたところ、意外とそうでもないのが不思議なんですよね。確かに WOBA は昨年3割1分7厘だったのが、今年は現地6月8日の試合が終わった時点で3割6分と、明らかに昨年より結果は出ているものの、打球の質なども加味した XWOBA の乖離はもう少し小さいですし、平均打球初速、バレル率、ハードヒット率で比べても、まあ間違いなく昨年よりバレルの打球は増えていますが、昨年の 13.8% も十分リーグでも上位レベル。もっと具体的に言えば MLB 上位 12% の水準。昨年と比べて三振は割合として減っていますので、そこも成績改善に貢献していそうですが、それでも依然としてリーグでもかなり悪い部類に入りますし、それで今年これだけやれてるのを見るに、昨年も今年と全く同じとまでは言わずとも WRC プラス100に終わるような内容でもなかったんじゃないのかなと思ったんですよね。とすると他にも理由があるのかなと考えてみたところ、開幕前のテオのあるコメントを思い出しました。ドジャースとの契約後、地元紙のオレンジカウンティレジスターの取材に応じたテオは、昨年マリナーズの本拠地 T モバイルパークで打つ難しさについてコメントを残していました。それによりますと、どうもシアトルでは打席中ボールが見えにくかったと。本人も理由はよく分かっていないそうなんですが、シアトルではピッチャーが正面ではなく少し横から見えるような感覚があったそうで、これをなかなか直すことができなかった。テオは同じ取材の中で、球場のことを除けばシアトルの街ですとかファン、チームの全てが素晴らしかったとも言っていますので、よっぽど T モバイルパークでの打席の感覚が合わなかったみたいなんですよね。実際昨年と今年でテオのホーム成績は劇的に改善しています。上が今年1試合だけ韓国でのゲームを含んでいますが、それ以外はドジャースタジアムでの成績、下が昨年 T モバイルパークでの成績となりますが、差は歴然。今季ドジャースタジアムではすでにホームラン9本、 OPS8 割3分8厘と好成績ですが、昨年はシーズン通してホームラン12本、 OPS もわずかに6割4分3厘と、本人比で低調に終わった昨年でさえ敵地での成績はなかなかのもので、なんなら OPS の比較で言えば今年とほとんど同水準ですので、昨年と今年のシーズン成績の差に関してはほとんどこのホームでの成績差に集約されるのではないかと考えています。今年はホームでの三振率が 27.8%、 対して昨年は 33.1% とシーズン全体よりも差が大きくなっていることから、本人が言うようにシアトルではボールが見えにくかった、これは言って本当だった、そこがホームでの成績が振るわなかった一因ではあるでしょうか。ただ三振の問題の差はあれど、それとは別に一つ興味深い数字も見つけました。昨年と今年でホームでの XWOBA は大きくは変わらない。昨年は3割1分5厘だったのが今年は3割3分と、まあ本当にちょっと改善したくらいの差ではあるんですが、実際の結果に大きく差が出ていると。WOBA で見ますと今年ホームで3割6分2厘もあるのに対して、昨年はわずかに2割7分6厘。打っている打球の質など加味したら大きくバッティングの内容が異なるわけでもないのに、これほど成果に差が出たのか、これはなかなか面白いなと思ったわけです。
ということで昨年と今年でテオの打球傾向に差があるのかをまず見てみました。それがご覧の通り、今年は結構ホームではライナー、フライ、ポップフライが減って、その分ゴロが増えるというアプローチ的には低い打球をより打っていることになりますので、長打が出にくくなる分、打球傾向だけ見ますと昨年よりもむしろ今年の方が数字が出にくそうと思いました。思ったんですが、打球の種類別に WOBA と XWOBA も確認したところ、一つ大きな違いがありました。それがフライです。今年はフライで WOBA8 割3分4厘、XWOBA7 割4分と、質も実際の結果もどちらも伴っていますが、これが昨年は XWOBA6 割2分1厘と、今年ほどではないにしろ、それでも十分にリーグ内でも上位レベルの成績を残していたにもかかわらず、WOBA が3割9分8厘と全く結果につながっていなかったようなんですよね。いい打球は打っていたんですけれども、思ったような結果にはなっていなかったと。昨年の MLB 全体を見渡してもホームでこれほどまでに結果が出なかったのは珍しかったようで、昨年ホームでフライを50本以上上げた選手のうち WOBA と XWOBA の乖離が最も大きかった、 XWOBA に対して WOBA が低かった選手を挙げていきますと、テオの差分が MLB で一番大きかったという結果になります。かなり異例なレベルで結果が出ていなかったということが見て取れますね。ではなぜここまで差が出たのか、個人的には打球を飛ばす方向に問題があったのではないかと考えています。左が昨年ホームで打ったフライの落下点、右が今年ホームで打ったフライの落下点になりますが、左はまあ大まかな傾向としてセンターから右方向に打球が多い印象があり、一方で今年はまだサンプルが少ないのでこの傾向が続くか不透明な部分もありつつも、センター方向の打球が減り、レフト方向のホームランは昨年よりもポール方向により、ライト方向のホームランに関しても同様です。少なくとも昨年よりもホームでは完全なセンター方向に打つのを回避しようとしているのかなと。昨年逆方向で結果が出ていなかったのも気になりはしますが、センター方向にはいい打球も打っていたのに、打球のクオリティの割に結果につながらなかった、割合が多い分ここが帰りにはつながっていそうですよね。今年はすでに逆方向に3本、特に飛距離が少なくてもホームランになる箇所へ2本ほど打ち込んでいるのが逆方向の成績改善に寄与していそうですが、左方向のホームランに関しても昨年だったら同じような飛距離の打球をセンター方向に飛ばしてしまってアウトになっていたところが、今年は完全なセンター方向は昨年よりは回避し、もう少し左中間からレフト方向に飛ばすことできっちりホームランとしているのが結構大きな差になっているのかなと。なのでセンター方向のフライが昨年多すぎたことも、またシアトルで苦戦した一因だったようにも思いました。というのも基本的にセンターへの打球は結果を出すことにおいてあまり美味しくはありません。MLB 全体で昨年センター方向のフライは XWOBA4 割8分7厘に対して WOBA が3割1分2厘と低く出ていまして、これは一般的にセンター方向が球場の中で最も深い部分であることが影響しているでしょう。当たり前ですが、ホームランを打つのであればセンター方向は特に必要な飛距離も伸びます。そして T モバイルパークはセンターもそれなりに深い上に、左中間右中間方向も膨らみがあることから、打者が飛ばすにあまり好ましい箇所とは言えず、昨年のセンター方向のフライの成績で見ましても XWOBA と WOBA の乖離も MLB の中でも比較的大きくなっています。また海に近い T モバイルパークは海切りなどの影響としばしば言われますが、打球も飛びにくい傾向にあり、それはハードヒットのフライであってもそうで、ハードヒットのフライの平均飛距離は昨年 MLB で最も短くなっています。その球場に昨年テオが来まして、なぜか2021年以降の彼では最もホームでのセンター方向のフライが多くなってしまい、まあ、それはもしかしたら本人が言うように打席での感覚が合わなかったことにも起因するのかもしれませんが、やはり少しこれまでの彼とは異なる部分はあったのかなと。仮にセンター方向の惜しかった打球が他の箇所に飛んで何本かホームランを増やしていたら、それだけで OPS などの見栄えも変わりますし、マリナーズ時代のテオの評価も違うものになっていたかもしれません。なので結局のところ T モバイルパークという環境自体が本人とマッチしていなかったようなので、今ドジャースで見せているような活躍ができていたか、まあこれは怪しいかなと。ドジャーススタジアムも別に右打者に有利というわけでもないですが、それ以上に T モバイルパークがあまりに厳しい環境すぎたということもより実感するような話でもありました。最近のマリナーズが、まあもちろん補強の成否はともかくとして引っ張れる選手をとにかく重視していると思われるのもこういったことを踏まえてなんでしょうかね。昨年シアトルでは思うようにいかなかったテオですが、今年このままいけば素晴らしいバウンスバックイヤーになるはずで、それで FA 市場に戻れば本人が希望するようないい契約ももらえるでしょうから、そんな1年になればいいなと考えています。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。